懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな、うまい飯屋もあったな。いや飯の話じゃねえよ。あなた食いしん坊なの？クロコダイルは今レインベースよ。そこにあるカジノレインディナーズが彼の本拠地。そうだ、俺たちそのカジノで捕まったよな。あんたたちが後先考えずに突っ込むからでしょう。ともあれ決まりだな。目的地はレインベースのレインディナーズ。行くぞ、ワニんとこに。レインディナーズか。そういや前は途中までカイロで行ったよな。西の入り江に船があったりしないかしら。あ、この道覚えてるぞ。前はこの先にメリーを止めてたが、時期を考えりゃもういねえか。美しい船体だ。また会えて嬉しいぞ。しっしっしっし、また会えたな、メリくぅ、海軍の船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ、メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？
お前、お腹が痛いのか？俺は医者だ。見せてみろ。おかしいな。熱もないし、脈拍も正常だ。おいおい、チョッパーにも原因がわからねえなんて。きっと、アラバスタ特有の病気。おいお前、この症状になったのは初めてか？違う。前にも。そうか、前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が菜の花のどこかに売ってるかもな。探すなら町の中心にある広場だな。行こうみんな。俺、医者としてこいつのことほっとけねえぞ。待ってろ、すぐ戻ってくるからな。急ぐぞ、広場があるのはここから北だ。でも、おかしな病気ね。診断しても何もわからないだなんて。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。よいしょっと。薬を持って行ったやつ、誰か見てたりしないかな。お前だな、菜の花中の薬を持って行ったのは。黙れ。俺は国王様の命令を受けて動いているんだ。いいから町の人に薬を返すんだ。うせえ。文句なら命令を出した国王様に言いやがれ。こいつ本当はバロックワークスのくせに、あくまで国王軍のふりを続ける気だぞ。大丈夫だ、チョッパー、俺に考えがある。どうすんだ？ごほん、いやーすまない、今のはお前を試したんだ。ちゃんと国王軍の演技ができているかどうかをね。お前ミリオンズだろ。実は俺たちビリオンズでな、上の命令でお前から薬を受け取るように言われてきたんだ。ええー、
何言ってんだウソップ。いいからここは黙ってみて。ビリオンズ、それならそうと早く言ってくださいよ。指令書通りこの町見てください。ほらこの手。そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってますぜ。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえですよね。薬は簡単に手に入れ、繊維がこう言ってるがどうする。ルフィ、ぶっ飛ばして薬を全部取り返す。ポー、すぐに黙らせてあげるわ。ドスフルール。グラップ。まだだ。どうすっかな。次はドイツだ。ゴムゴムのブレッド。相手にとって不足なし。行くぞ。三刀流奥義参戦世界。さあやるわよ。サンダーボルト連発。覚悟しろ。竜巻。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのガトリング。天候の科学とくとご覧。いくわよ、サイクロンテンポ。来るなら迎え撃つだけよ。ドスフルール。グラップ。さて先に進みましょうか。この力があれば大事なもんだって守れる。よし、これで薬は全部回収できたな。だけど薬をどこに返せばいいのかわかんねえし。そうだな。それにこの中のどの薬があいつの腹痛に効くのかも確認。それにしても町の物資を奪うとかクロコダイルもひどいこと考えるよな。でもよかったの？私たち以前と随分行動が違うけど。何か影響は出ると思うけど多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分ってお前な。
高だぜ。エナジーアップらうまい。おいおい、本当に元気になってやがる。単に腹が減ってただけだもん。すまんな、実はそうだったんだ。腹が減ってるならそう言えよ。そうだぞ、どこも悪くはなさそうだし、知らない病気かと思ったじゃねえか。悪かった。だが水や食料が簡単に手に入る場所でもねえんだ。そうか、事情は分かったよ。だから悪かったって。ついいつものノリでやっちまった。こうしてるといつも通りすがりのやつやこの先の雑貨屋の店主がなんか恵んでくれるんでな。あ、呆れた。そ、とにかくありがとう。本当に助かったよ。ああ、そうだ、ついでにこの鍵、門の前にいる男のところへ持って行ってくれないか。あんたたちが戻るのを待っている間にちょうど手元のところに落ちてる。いや、それなら自分で。腹が膨れたら眠くなってきた。おい、こんなとこで寝るな。はあ、とにかく無事みたいでよかったぞ。それにこれであの門の向こう側にも行けそうだしな。ああ、もともと向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。ああ、ダメだ。ナナ、この鍵、お前のだろ。おお、それだそれ。じゃあ、早速門を開けてくれる？ああ、すぐ開けるから待っててくれ。さあ、開いたぞ。 あれ？この後どうするんだ？レインベースまで陸路で行かなきゃいけないから、そのあと砂漠を…しっしっし、じゃあ先に食い物集めだ。お前なあ、まあ別にそれでもいいか。よし、行くぞみんな。初めて見たわ。あなた、もしかしてあの島から出たことがないの？ええ、メモリアに来たのも初めてよ。